ランジュのこともっと知りたいでしょ。みんなと一緒にスクールアイドル活動をするためには今よりここに近いところに住むべきだと思うのよね。だから寮に入るのが一番な気がするのよ。いい考えでしょ。ランジュが入るからには最高に楽しい寮にするわよ。ランジュ、私たちにやらせて。友達だから手伝いたいの。そうだよ、苦手なことを補い合うのがお友達だよ。みんな、ありがとう。ランジュ、寮に来てよかったって気持ちでいっぱいよ。ランジュちゃんって本当に覚えるのが早いよ。私が教えることがなくなっちゃう。何でも完璧にこなしてエマやカリンやミヤ、二次学寮のファミリーをランジュが引っ張ってあげるんだから。家族を振り回すけど憎めない末っ子ですね、ランジュは。あなた、ランジュのことどうしてわかるの？これよ、これがランジュの気持ち。今から歌ってあげるわ。そこでちゃんと聞いてるのよ。